探査のために打ち上げられた宇宙探査機である。火星近傍を通過したり、火星周回軌道に投入されたり、火星に着陸したりして探査を行う。火星表面で自走して探査する車両は、マーズローバーと呼ばれ、2021年2月19日に火星に着陸した。地球と火星の軌道位置の関係から、 火星探査のために打ち上げエネルギーが少なくて済むローンチウィンドウは約2.135年間隔となる。このウィンドウは約1ヶ月の期間となる。火星探査ミッションが2年おきに実施されているのはこの理由から来ている。2011年11月の次のウィンドウは2014年1月になる。マーズエクスプローレーションローバー初めて火星に着陸した。 探査機は1973年に当時のソビエト連邦が打ち上げたマルス3号。しかし着陸後20秒で信号が途絶えた。これに続くマルス6号も着陸1秒後に信号が途絶えた。本格的な探査に成功したのは1976年にアメリカ合衆国が打ち上げたバイキング1号。その後、 バイキング計画のバイキング2号も着陸に成功し、火星表面の映像を地球に伝送した。1997年には、マーズパスファインダーが着陸し、ソジャーナと名付けられたローバーが岩石などを採取した。2004年1月に、火星探査車スピリットとオポチュニティが着陸に成功した。2008年5月に、フェニックスが着陸した。 2012年8月6日にマーズサイエンス、ラボラトリー搭載のキュリオシティが着陸した。2018年11月26日にインサイトが着陸した。2021年2月18日にマーズ2 0 2 0パーサビアランスが着陸した。2021年5月15日に天文1号、宿友号が着陸した。 マーズグローバル、サーベイアーフェニックス計画中計画中市計画中、計画中計画中,計画中,計,画中計画中、火星の生命調査探査車打ち上げ NASA、読売新聞長官2020年7月31日同日、閲覧、中国の火星探査機、天文1号、打ち上げ成功。 アス<ター>トロアーツ、https コロンスラッシュスラッシュ www.astroarts.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ hl スラッシュ a スラッシュ1140312020年8月2日閲覧。中国、火星探査2回計画20年と28年。2018年9月25日閲覧。欧州宇宙機関。 火星無人探査計画でロシアと、協定2回のミッション実施へ、AFP2013 年3月15日、マーズオービターミッション。イスラ http://www.isro.org/.mars/.home.aspx2013 年11月24日閲覧インド発の火星探査機、マーズオービターミッション打ち上げ。 sorae.jp https://sorae.info/.030201/.5037/.html2013 年11月24日閲覧インド探査機火星到達に成功アジア発周回起動入り産経新聞 http://sankei.jp msn.com, science, news, 14924scn14 兆924億1738万 3n1htm2014 年9月24日、閲覧。インドの探査機、火星周回軌道に到達アジア初の成功。日本経済新聞。2014年9月24日閲覧。UAE が、 火星探査計画、アラブ諸国で、初世界で9カ国目。アフップブニュース <www>.、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30294532015年6月27日閲覧。UAE、中東発の火星探査機打ち上げ成功、三菱重工が発表。日本経済新聞。 https www. 日経 .com アーティクル約すむぞ6170万9630休0アンペア 720c200 万2020年7月21日閲覧ありがとうございます